不動産管理システムとは、コンピュータ上で不動産会社の業務効率を上げるためのシステム。不動産会社の賃貸、売買、仲介各業務に対して利用される。不動産管理システムには大きく分けて営業支援を主に設計されたシステムと家賃の入出金管理を主に設計されたとの2種類のタイプがある。また、形状別に分けると、 ローカル型とクラウド型の最も基本的な機能は、募集図面の生成、空室物件一覧表の生成、各不動産ポータルサイトへの連動、自社ホームページの連動、契約時生産書、明細書の生成、契約書類の生成、解約時資金生産書の生成、家賃入出金管理などの作業時間を短縮化し、効率を上げていることである。また、 過去の物件情報の履歴を保管することである。これにより過去の状態や変更内容を確認することが容易になる。さらに多くの不動産管理システムでは複数の人間が物件の編集に関わる状況を想定している。複数の人間が複数の物件を各々編集するため、それぞれの物件の最新の状態がわからなくなったり、 同一物件に対する変更が競合するなどの問題が生じやすいが、不動産管理システムは、このような問題を解決する仕組みを提供している。プロパティ、E 生活家セレクトイエラブオビッグ 7X 賃貸住宅管理システム、スペースマネージャー、ダイヤモンドテール賃貸革命賃貸管理システム、TS シリーズ賃貸名人ドリーム2000、BMS ビックス。 ホームページ博士 RHS ミオキューブラクラク賃貸 EBS リスファサービスの詳細については各企業のホームページを参照のことありがとうございます